電気電子工学科では、コンピュータ、スマートフォン、デジタル家電、電気自動車、太陽光発電など、あらゆる電子機器に組み込まれている電子デバイスの研究開発や、高精度分析を学ぶことができる電子デバイスクリーンルームなど、最新の実験機器で最先端の研究を実践することができます。また、電力エネルギー系実験室では、 高電圧直流送電や雷放電の実験装置マイクロ発電機のネットワーク運転などを実践的に学習していきます。